マークフローベイは、フランスの経済学者で、厚生経済学と、規範的経済学の専門家、セーヌ・マリティーム県メニール・ラウル出身。1994年以来、フランス、英国と米国で、研究職、教職につき、2011年には、プリンストン大学ロバート・イー・ケンネ教授に着任、また同学の教授職として、人文科学並びに、広報学も担当する。 FMSH では、福祉の経済学学部長も務めた。その前職は、フランス国立統計経済研究所所長である。フローベイは、現在、福祉経済の分野で最も著名な研究者の一人に、数えられ、経済学におけるその大きな貢献とは、責任の経済と名付けた、責任の概念の研究分野を発展させた点にある。厚生経済学、経済正義、 社会的不平等、社会進歩並びに、社会的選択の分野における先駆的な研究でも、知名度は高い。哲学への貢献は特に基本的倫理、政治哲学と経済哲学においても著しい。フローベイは、哲学修士号をパリテクトパリ第10大学から、経済学博士号を社会科学高等研究院から取得した。 フランス国立統計経済研究所所長から経済学教授として、セルジー・ポントワーズ大学とポー大学、旧パリ第五大学に奉職、フランス国立科学研究センター所長を歴任した。フローベイは2011年に、プリンストン大学のウッドロー・ウィルソン公共を呼び、国際問題大学院に、経済広報担当のロバート・イー・ケンネ教授として、着任。 同学ヒューマンバリューセンター、健康福祉センター、ウィリアム・ SD 取引通用経済理論センターの教授を兼務、プリンストン環境研究所の研究員でもある。市民参加の研究者として、世界銀行及び国連、OECD の委員として貢献し、複数の報告書に寄稿したり、編集委員会に参加するなど国内外で役割を果たしてきた。また関連する福祉、 社会進歩、公共政策、気候変動などの社会問題についてメディアに定期的に出演して発言している。社会進歩に関する国際パネル300人以上の経済学と社会科学の研究者を集めて国際社会進歩パネルを指揮し、パネルとして21世紀の社会を再興する、要韓国、またグローバル化され、相互に関連し合う世界における。 社会進歩の新しいビジョンを提案する。パネルがもたらした出版物は、イプスプレポートとマニフェストの2件で、どちらも学際的な観点から構成された。また気候変動に関する政府間パネルの第5次評価報告書の編集委員長も務めている。多数の公的機関の中では、フランスのニコラ・サルコジ大統領に、通称スティングリッツ委員会の一員に任命された。 フローベイが座長を務めた国際社会進歩パネルは経済学と社会科学の研究者が300人以上集まる。運営委員会にはアマルティアセンに加えてケネス・アロー、ジェームズ・ヘックマンなどノーベル賞受賞者が数名連なる。パネルにはアンソニー・アトキンソン、ホルベア賞受賞社会学者、マニュエル・カステル、エドガー・モラン、マイケル・ポーターも参加。ありがとうございます。